皆さん、こんにちは。皮膚科医の小林智子です。このチャンネルでは、スキンケアから美容医療、そして皮膚疾患まで、肌にまつわる全てのことを発信しています。今回取り上げたいのは、赤ら顔、種差です。毎日、赤ら顔でお悩みの方がたくさんクリニックにいらっしゃるんですけれども、その中でも多いのが、種差という病態です。 手相の場合さまざまな原因によってその症状が悪化するというふうに言われてるんですけれども実は赤ら顔だけではありません例えばホテリだったりあとは化粧品が合わないあとは痒みを感じるといったような刺激症状だったりそれから毛穴開きだったり顔のむくみというような症状が現れますなので赤みではなくこういった症状を手相にいらっしゃる方も多くいらっしゃいます ご自身は主査だというふうに捉えていなくても実は主査だといいううようなケースも非常に多いです今回はそんな主査の症状に対して有効だとされているお薬についてその使い分けや使い方などを中心に詳しく解説したいなと思いますそれでは早速いってみましょうで主査に関しては以前にも詳しく解説している動画があるんですけれども主査を見極めるために重要になってくるのが「 問診です具体的にはまず悪化因子を聞いていきます多くの方が寒暖差だったりあとは紫外線などによって赤みなどの症状が悪化するというような自覚症状があるんですけれどもそれだけではなく例えば運動や食事などによって悪化したりあとはストレスによって悪化するというようなケースも多いですそれから赤ら顔の方の中にはステロイドやコレクチム軟膏 などの外用薬を長期にわたって塗っているような方も多くいらっしゃいますこれを主査を皮膚炎というふうに言うんですけれども手査がベースにある方でこういったお薬を使うことによってより赤みが悪化してしまうようなケースもありますで、こういった問診に加えて主査の方に典型的な保護などに広がる後半だったりあとはドーマスコピーによって毛穴の開大 や毛穴周りの赤みそれから毛細血管拡張などを認める際はこの種差の可能性が高まりますで中にはですね赤みだけではなくブツブツを認める方がいいらっしゃいます多くの方が最初からこのブツブツがあるわけではなくって赤みが繰り返し出たり引いたりするうちにだんだんこのブツブツが出てくるケースが多いんですけれどもこのブツブツを医学的には「嗅神」というふうに言うんですけれどもそれだけではなく「海を伴う」 脳胞を認める方もいらっしゃいますこの急進や脳法に対しては塗り薬が有効ですで、このブツブツにはですね一つニキビラにと呼ばれるデモデックスが大きく関係しているというふうに言われていて何らかの原因によって炎症が起こったりあとはバリア機能が低下したり肌の定罪環境が変化することによって ももとと私たちの肌にいるニキビダニが増殖しより炎症やバリア機能の低下をもたらしてしまうというようなことが言われていますこのニキビダニに対して有効なお薬が主に3つありますその1つがロゼックスゲルと呼ばれるお薬ですこちらがそのお薬になります このロゼックスゲルには0.75%のメトロニラゾールと呼ばれる有効成分が配合されていますロゼックスゲルには抗菌作用や抗炎症作用それから免疫調整作用がありこういった作用によってニキビダニにアプローチし肌の炎症、ブツブツを改善してくれる効果が期待できますでこのロゼックスゲルなんですけれどもメリットとしてはやはりまず保険適用だという点が挙げられますロゼックスゲルは2022年 主査に対して初めて保険適用となったお薬ですそれまではですね主査に対して硫黄ンフルローションなどを処方されるケースはあったんですけれどもエビデンスの高いお薬というのは保険適用ではありませんでしたそういった意味では非常に画期的なお薬で副作用なども比較的少ないお薬となります なので初めて主査と診断された方はまずこのロゼックスゲルを使用されるケースが多いのではないかなと思うんですけれどもこのロゼックスゲルにはいいいくつつかのデメリットもありますますすすず一つが乾燥しやすいという点ですロゼックスゲルはゲル機材になっていて人によっては皮むけしたりあとはガサガサしたりといった乾燥症状を認めるケースがあります。 また稀ではありますが防腐剤などの成分でかぶれるケースも報告されていますまた妊娠中の方特に妊娠3ヶ月以内の方はロゼックスゲルは使用することができませんこれらがですねロゼックスゲルのデメリットにはなるんですけれどもやはりまずこのロゼックスゲルは主作に対して非常に画期的なお薬であることは間違いなくまずブツブツがある方には試していただきたいお薬かなと思います 使い方としては、1日2回、朝と夜、化粧水や乳液などを塗っていただいた後に使用していただきます。効果に関しては、大体ですね、平均で言うと、使用開始して1ヶ月程度で効果を認めるケースが多いです。もちろん中にはですね、使用して数日程度で効果を感じられるというような方もいらっしゃいます。どちらかというとですね、このロゼックスゲルは、効果としてはマイルドなお薬かなと思います。次に、アゼナイン酸があります。 これまでの報告で主差に対して有効だとされているアゼライン酸の濃度はおよそ15%から20%だというふうに言われていますこちらの DRX の AZE クリアはアゼライン酸が20%と高濃度配合されていますアゼライン酸には抗炎症作用や抗菌作用がありメトロニゾールと同様主差の物ブ々ツブツに対して特に高い効果が期待できますアゼライン酸のメリットとしては まずは妊娠中でも使えるという点です。妊娠の可能性がある方や授乳中の方にとってもアゼライン酸は非常に使いやすい成分となります。またアゼライン酸には抗炎症作用や抗菌作用に加えて皮脂の分泌を抑える効果があります。主査の方はですね。皮脂が多い方から少ない方までさまざまな肌質の方がいらっしゃるんですけれども。中には皮脂が多い方がいらっしゃっていて、そういった方はより。 毛穴の開大を認めやすい傾向にありますそういった方はですねこちらのアジライン酸は非常に使いやすい成分になるのではないかなと思うんですけれども注意点としては刺激などの副作用が挙げられます特にですね使用開始して1週間程度でピリピリとした刺激症状を認めるケースが多いですただですねこの刺激症状については使用することで だだんだん症状が薄れていくことが多いんですけれども最初からいきなりこのアゼライン酸を使ってしまうと刺激症状で使えなのでですね最初からこのアゼライン酸を使うという方ももちろん中にはいらっしゃるんですけれどもロゼックスゲルを最初に試して効果がなかなか感じられないような場合だったりあとはロゼックスゲルが副作用によって使えないというような方がこのアゼライン酸の適用になってくるかなと思います。 効果に関してはメトロインドゾールと同等あるいは少し高いというふうにも言われていてメトロインドゾールがだいたい使用して3ヶ月程度で効果が横ばいになるのに対してアズライン酸は使用すればするほどその効果が認められるというような報告もあります。またデメリットとしてはロゼックスのように保険適用ではない点があるかなと思うんですけれどもこちらの AZA クリアは1本 1980円と比較的手にに届きやすすいいい価格かなという,ふうに思います最近ではですねこちらの AZ エクリアに加えてこちらグラファと呼ばれるブランドのスキンケアエマルジョン AZ と呼ばれるアゼライン酸が10%配合さされれた化粧下地も販売されていますこちらのアイテムは色付きの化粧下地になるんですけれども SPF35PA3+ となっていて手に出してみるとこのようにですね 非常に赤みをカバーする効果が高いアイテムとなっていますで赤みの改善に V ビームなどのレーザーを行うことがあるんですけれどもこの V ビームのダウンタイムにこちらの製品を使う方も多いですアズランさんもですねロゼックスゲルと同様朝と夜1日2回使用いただきます最後にこちらリベルメクチンと呼ばれるお薬もあります イベルメクチンにもメトロニダゾールやアゼライン酸と同じように抗炎症作用や抗菌作用があり2015年にアメリカでは手術に対して1%のイベルメクチンが FDA 承認をとっていますでこちらのイベルメクチンの最大のメリットとしてはメトロニダゾールやアゼライン酸と比べてその効果がより高いという点が挙げられます高いというのはですねメトロニダゾールなどと比べてより早く効果を認めやすい とということが言われれてるんですけれども例えばロゼックスゲルなどを使ってみてもなかなか効果を認めないというような方はこのイベルメクチンを使うことによって効果を認めるケースもありま,すまたですねロゼックスゲルはゲル機材で乾燥感や刺激症状を感じてしまう方が一定数いらっしゃるんですけれどもこちらのイベルメクチンはクリーム機材となっており刺激が比較的少ないという特徴もあります。 なので人によってはこちらのイベルメクチンの方がより使いやすいことがありますまたこのイベルメクチンはロゼックスゲルやアゼライン酸のように1日2回使用するお薬ではなく1日1回の使用となりますそのため1日2回だと塗り忘れてしまうというような方は1日1回で済みますので継続しやすいというメリットもあるかなと思います でデメリットとしては、アゼラインさんと同様、イベルメクチンも保険適用ではないという点があります。当院ではですね、こちらのイベルメクチンは1本4,400円で販売しているんですけれども、ロゼックスゲルや AZA クリアと比べるとやや高額になるかなと思います。また、妊婦に対してその安全性が確立されていないため、妊娠中の方や妊娠の可能性がある方はイベルメクチンではなく、やはりアゼラインさんの方が安全かなと思います。 この3つのお薬はガイドラインなどでも強く推奨されている成分で主差の特に急濃厚型と呼ばれるようなブツブツの症状に対して高い効果が期待できます。ただですねこれらのお薬で赤みを完全に引かせるというのは難しくある程度使用してブツブツ感などがなくなった時点で残る赤みに対しては V ビームなどのパルス色素レーザーや IPL を併用していただくとその赤みの改善効果は高まります。 バトム皮膚科ではこれらのお薬に加えて V ビームや IPL それからマイクロニードリング RF などさまざまな赤み治療のデバイスをご用意しています手作の治療には特に力を入れておりますので赤ら顔でお悩みの方はぜひ一度お気軽にご相談にお越しいただけたらと思います今回の動画が少しでも参考になったなと思いましたらいいねボタンやチャンネル登録ボタンを押していただけますと嬉しいです ということで今回の動画は以上ですそれでは